雪村、三成から密使が届いたぞ。三成殿から？もしや。さよ、あやつ家康討伐の兵を挙げた。止められなかったか。茶茶様や義継のご心痛はいかばかりか。我ら真田にぜひお味方願いたいともあるな。父上は何とお返事を？信行を呼んだ。揃ったら話をしよう。はい。勢いは家康殿にある。父上であれば皇后の感情を置いてやはり勝つ方に疲れるだろうか。ならば私は。父上、お待たせいたしました。兄上、久しぶりだな、雪村。揃ったな。では始めるか。わしは三成につく。父上、まことですか？太后へのご恩返しですか？どちらが真田に得があるか考えたまでよ。さようですか。私は家康様にお味方します。兄上。天下を太平に導けるのは家康様のみ。三成の行いはいたずらに世を乱すだけと存じます。愛はた。お待ちください。父上と兄上が敵味方になど。雪村、お前はどうする？私は。我らは己の心に従って決めた。お前も己の心のままにせよ。私。私には守らねばならない人がいる。三成殿にお味方し、父上と共に戦います。そうか。父上、雪村、ご武運を。兄上も。お帰りなさいませ、信行様。父上は何と？三成が兵を挙げた。父上と雪村は三成に尽くそうだ。そんな。信行様はどうなさるのですか？無論家康様の下で戦う。よろしいのですか？太平を守っていけるのは家康様のみ。お助けとなるべく力を尽くすと私は誓った。はい。そして真田の家は私が守る。万一の時は我が命に代えても。父上と雪村。信行様。
真田のお家が割れるなんて信じらんない。雪村様と信行様が戦うなんて。別に珍しいこっちゃないだろ。そうだけどさ、真田は特別だと思ってたよ。特別なものなんてねえよ。家族だなんだ言ったところで。サスケ、あんたすぐに上田に戻って戦の準備だろ。見回ってくる。あいつ私より落ち込んでない？かような場所で我と接触するなど迂闊だな、サスケ。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。まだは信行以外三成につくんだってさ。これで真田と徳川はまた手切れだよね。師匠、俺はどうすれば。好きにせよ。は？何それ。俺は任に私情を挟むな。そう言ったはずだな。だから何言ってんだよ。さっきから俺は何も。忍びとして生きることをお前に強いた覚えはない。忍びではない生き方をお前が選ぶならそれでもよい。だから意味わかんないっての。そっか、師匠疑ってんだ。俺が真田に寝返ったんじゃないかって。俺がもう役に立たないってそう思ってんだろ。いいぞ、やってやるよ。真田正幸と真田幸村、あいつらの首を取ってやればいいんだよな。サスケ、見てろ、やってやる、やってやろう。あれ、半蔵の旦那とサスケ。第十二章、覚悟。三成挙兵の報を受け、家康は上杉征伐の途中で兵を返し、迎撃のために部隊を再編した。家康と三成の対立により真田家は分裂する。徳川方の信行と別れ、正行と幸村は上田へと帰還するが、上田には徳川秀忠の率いる軍が迫っていた。時は慶長五年、ついに天下分け目の合戦の火蓋が切られようとしていた。Thank you.
忍びの方ですか？商品が入ってますぜ。また来てください。わしもお忍びになれますか？じゃあ始めっか。やりゃいいんだろ。あの人を殺さなきゃ。俺は やりゃいいんだろ。あの人
あんた。どこ行くの？気づいてんでしょ。気が足りないんじゃない？動揺するような玉。本当に騙してたんだ。くどいね。雪村様を騙した。許せない。ムカつくけど、やっぱいい腕だよ、先輩。敵が私をそんな風に呼ぶな。やめよ。雪村様、こいつは私が。訳を聞かせてはくれぬか。ただの仕事だよ、真田を探るっていう。そうか。雪村様、戻るぞ。待てよ、俺はどうすんだよ、裏切り者そのまま。務めを終えたのならもったい。踊るとこなんか、あんたを撃たなきゃ俺には。首をやるわけにはいかないな。行き場がないのなら私のもとにいればいい。雪村様。この本当にバカなんじゃねえの！サスケ！雪村様、良い天気ですな。忙しい忙しい。サスケはやはり戻ってはいないか？はい。そうか。ひどいやつですよね。徳川の患者だったんですよ。最初から私たちを騙して。でも忍びってそういうものですから、潜り込んだ手際は褒めてやるべきっていうか。あれ、おかしいな。何ですかね、私は。そなたも寂しいのだな。雪村様、こんな奴いなくなってせいせいしてますから。そうか、早く戻ってくるとよいな。だから、はい。ホラ貝をお持ちのようだ。触り心地がすごい。ホラ貝を頼みまする。ホラ貝はありますかの？
オラガイを頼みまする。忙しい忙しい。